遅かったじゃねえか、お前ら。高杉さん、なんすか。今日は何なんすか。今日は、はい。これ、見えるか。はい。はい。これ全員俺たち、俺が昔アテンドしたやつ。アテンドした。高杉さんが。うん。ええー。高杉。はい、違う。すげえよ。カースー。ガーシーみたい。うん、全員ある。なんで、うん、お前たちも多分知ってると思う。そうですね、うん、なんでこんなことになったの。俺はこの腐った銀玉の世界をぶっ壊してだけだ。最悪だ。、うん、最悪ですよ。みんなとばっちりやん。まあいろいろいるけど、はい、俺が基本的に今から暴露してくやつは、うん、俺の世界を壊さねえかって誘いを断ったやつ。あ、そうなんや、うん、断るだろ。まずこいつな。あ、断られ。銀時こいつは多分おたえとできてる。弱いっすよ。弱い。なんとなくわかります。なんとなく。もっとすごい暴露聞きたいんですけど、うん、そうだな。あ、じゃあエリザベスなんか。うわ、めっちゃ聞きたいな。あ、こいつ気になるだろ。はい、こいつはな、多分中に人が入ってる。弱い。弱いって。無理ですよ、きっと。だいぶ気になってただろ。いや、爆弾系弱いって。もう一人ぐらい、なんか。あー、じゃあ、貞治な。はい、はい。こいつは、うん、多分、犬だ。弱いって。でかくて気づかねえと思うけど、こいつは犬だ。ぱっと見犬でしょ、どう見ても。壊せへんやろ、そんなんで、銀玉の世界。まあそんなことより、お前たちも俺と一緒にこの世界を壊さねえか。嫌ですよ。嫌です。じゃあお前たち、チャンネル登録よろしくな。ありがとうございます。しなかったら暴露されそうやから。うん。